旦那さん、店の掃除終わりました。そうか、じゃあ松吉、次はしめ縄を表に飾ってくれ。はい。お花や床の間の雑巾がけしとくれ。はい。あんた、餅がつき上がったけどネズミに食べられないか心配ですわ。うちには猫がおるじゃろうが。あの猫がネズミを取ったのなど見たことありませんわ。本当に何の役にも立たん猫じゃ。昔々薬の商いをしている商家に一匹の猫がおりました。何しろ暑いのが嫌い、寒いのが嫌い、寝ることだけが好きという横着者でした。またここで寝ておるな。これこの忙しい時に邪魔邪魔。寒いとこか、あったかいところ探さんと。ちょうどそんな時、この家の屋根裏部屋ではネズミたちも大晦日のすす払いが終わって新しい年を迎えようとしていました。大将、下の大掃除はまだかかりそうですよ。人間ってのは容量が悪いからね、俺たちなんかあっという間に終わってしまいましたよ。わーい、これで明日は楽しいお正月だぞ。うん、正月の飾り付けもそれなりに終わったからな。けどまだ餅がないですよ大将。餅か、なんとしてもお供え餅が欲しいな。うわあ、うわあ、猫じゃ。あいつが来たら大変じゃ。いやいやいや、ネズミさんたちちょっくら聞いてくれや。実は家中すす払いで邪魔だ邪魔だと追い回され、とうとうここまで逃げてきたんじゃ。今日一日決して君たちを取って食うことはせんから、ここに置いてくれや。あんなこと言ってるぞ、猫の言うことなんか信じられん。じゃが断っても聞き入れるじゃろうか。わしにちょっと考えがある。にゃーご、それは猫さん気の毒じゃ。じゃがいくら取って食わぬと言うても口約束だけでは安心でき。どうじゃろ、爪と牙とを預けてくれたら今日一日ここにおっても構わんが。あー、もし嫌ならここから出て行ってもらうしかない。猫は大いに困り、それだけは勘弁してくれと頼みましたが。爪と牙、爪と牙。ください、ください、ください。しょうがない。あーん。うわ、うわ、うわ。じゃがこれでゆっくり眠れるぞ。案外育児のない猫じゃったな。おいびきで寝たる。そういえばしょっちゅう家の人からぐうたら猫と言われとる。やがて夜も更け、家の人たちもみんな眠ってしまいました。どうやらみんな眠ったらしい。うーん、ここも寒いな。
えらい世話になったが、ようよう下に降りられるようになった。わしの爪と牙を返してくれ。いや、そりゃ無理じゃ。今日一日の約束じゃ。そんな殺生な。もうわしは下に降りる。返してくれてもいいじゃろ。いや、ダメ。返した途端、取って食われたのではたまらんからな。除夜の鐘が鳴り終わるまでダメじゃ。仕方なく猫は未練げに下に降りていきました。いや、あったかい。こたつはやっぱり極楽じゃ。この横着者めがまた戻っとるのか。ええか、これは大事な餅じゃ。ネズミに取られんようにちゃんと番をせい。普段怠けとる分、今夜ぐらいはちゃんと番をせんと承知せんぞ。またぐーたら寝とったら外にほっぽり出すぞ。わかったな。眠い眠い。この寒さに冷たい床の上で餅の番などやってられますか。やがて夜もとっぷり更け、除夜の鐘が鳴り始める頃、土間の奥から楽しそうな歌声が聞こえてきました。引けよ引け引け、お餅じゃ餅じゃ、やっそれやっそれ、明日は正月運べや運べ、ネズミのお宿どんどん運べ、やっそれやっそれ、引けよ引け引け、お餅じゃ餅じゃ、やっそれやっそれ、明日は正月運べや運べ、ネズミのお宿どんどん運べ、やっそれやっそれ、爪は取られてないんじゃった。それなら食ってやる。どうだ、噛みつぶしてやるぞ。くすぐったい、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 くすぐったいよ。あれ、牙がないんでみんなすり抜けてしまうんじゃ。いやー、わしも猫じゃ。これもう一回。だからどうじゃ。まいったかね。鳴り終わる頃にはネズミたちはすっかり餅を運び終わってしまいました。めでたい正月です。
たちは好物の餅を腹いっぱいに食べ、大喜びの正月を過ごし、こりゃあの猫はといえば、餅の晩もできぬ役立たずと正月早々ほうきで追い立てられ、散々な泣き正月になったということです。